本当に久しぶりね、ギデオン。ああ、ここではレッドって名乗ってる。まさかあなたもゾルタンにいるとは思わなかった。そっちこそ。ほとぼりが冷めるまで遊んでるのよ。なるほどな。ところで、レッドって名前、リッド、レッド、ちょっと似てるわね。ああ。私のことを覚えていてくれたんだ。そうだ、飯食べてくか。食べる。今日は買い物に行ってないし、あり合わせのものしかないけど。私もこの店で働いていいかな。ちょっと待て。開店したばかりで繁盛もしてない。人を雇う余裕なんてないよ。でもあなたが薬草を取りに行っているとき、誰が店番をするの。おいしい。それはよかった。朝ごはんは何時頃。だいたい7時半くらいかな。朝も食べに来るつもりか。そうだ、私がお金出すからお風呂作ろうよ。いいよいいよ、私も使うんだから。え、風呂もうちで済ますつもりか。私物はアイテムボックスに入れてあるから、家具は持ってこなくていいわね。それじゃあまるで俺の家に住むみたいじゃないか。あなたの家に引っ越すんだから当たり前でしょ。えっ